はい、皆さんこんにちは、ビジマエです。今回で22回目ということで、今回するトランプはこちらです。コンプリートということで、今回紹介するトランプは、あのドクターレオンさんですね、デザインしたドクターレオンさん、まあ正しくは広坂井さんがデザインしたコンプリートデックとなります。ここにドクターレオンと書いてありますね。はい、比較で見せるとこんな感じ。まあ、今のところはデザインは2種類の黒と黄色が出ています。では最初に黄色から、まあ、見にくいですけどね。ここにドクターレオンさんの L とでライオンが、で裏もドクターレオンとで、あの名台詞、決め台詞かのコンプリートって書いてあって、ここにドクターレオンの L が入ってますね。ここにもコンプリートと書いてあります。でこれアメリカで作ってるんですね。見にくい。これも、なんて書いてあるんだ、ドクターレオンコンプリートプレインクールって書いてありますね。ドクターレオンタップス K' ステージスラッシュトピックって書いてあります。見にくいから黒の時に紹介しろって話ですね。まあいいや、中を見ていくと、ダイヤのエースとクラブのキングのダブルカードになってます。ダブルフェイスカードになってて、ダブルバックが入っています。で表は、多分バイシクルさんの会社だと思うんで、表はバイシクルと一緒ですね。色も、あとは絵札もで、あとスペルエースもバイシクルですね。表はバイシクルと変わらず、でジョーカーも2枚入ってて、同じジョーカーですね。うん、眩しいっていう感じです。こんな感じの、近くで見るとこんな感じのデザインですね。見えるか。で、なんか天使がいて、お花があって、蝶々があって、ライオンがいて、エルがあって、まあ、結構いろんなのが散りばめられているデザインですね。次に黒を見てみましょう。まあ、黄色と基本色以外は変わってないですね。ああ、こっちの方が読みやすいですね、圧倒的に。うん、じゃあ早速中を見ていきましょう。入ってるトランプも一緒ですね。ダブルバックとダブルフェイスで、表も全部黄色と変わらず、ジョーカーもスペードのやつも全てデザイン変わらずですね。で裏は、まあ、こっちの方が的に好きかな、黒なんで。見やすいですね。あんまり目チカチカしない感じです。でこっちの方が見やすいですね、デザイン的には。こんな感じですね。コンプリートよくわかんないけど、材質もバイシクルと本当にほとんど変わらずっていう感じで、マジックにもフラリッシュにもすごい使いやすいトランプですね。一応コンプリートデックなんですが、確かフレンドロップさんで1個800円で売ってましたね。黄色と黒1つずつで800、1つずつじゃない、1つ800円なので、そんなに安いわけでもないんですけど、そこまでお高いっていうデッキではないので、まあ、もし今ドクターリオンさんや、まあ、ドクターリオンさんイコール広坂井さんですけど、ファンの方だったら買ってみてもいいんじゃないかなと思います。ということで今回はドクターレオンさん、まあ、元井広坂さんがデザインしたかわからないですけど、ドクターレオンコンプリートデックの紹介でした。